はい、今日もご覧いただきありがとうございます。マクティです。今日はですね、年末のツッチーさんとのトークでお話ししていた、ちょっとねエンジンの中に、まあちょっとね最近いろいろやってる中でもう少し統一したいなということで、ちょっとやっていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。で、今日は何をしたいかっていうとですね、まあ、エンジンちょっとねこうあって、少しね気に入らない部分がまだ、まあ、少しっていうかいろいろあるんですけど、ブラック化してるんですね、ずっと。でブラック化していく中で、まあ、この配線、これアーシングケーブルなんですけども、だいぶ古くなって交換しなきゃなーなんて思ってる中で、ちょっとねこの辺の金属部分がね、まだ、無地のままなんですよ。こっちは塗ってて、ここも塗ってるんですけど、ここだけねちょっとバッテリー外さないと、まあこのパーツが外せないのってなんていうところもあってね、外してなかったんですよね。まあこの辺はねだいぶ黒くしてるんですけど、まあこういった感じでちょっと統一をしてる中で、まあこの部品ぐらいはブルーで残しとこうかなとかね、こっちはちょっとケーブル黒く直そうかなとかね、いろいろ考えています。まあ、とりあえずその中でアーシングケーブル もう買ってはあるので交換しなきゃなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずアーシングケーブルつけるにしてもミッションのところからアース取りたいとかあるので、まあ、この辺ごそっと一回外して、外した後こちらこれもね外れるかなと思うんで、ここをね全部外せば、ちょっとこの辺全部一切外してみてですね、まあ、この辺もちょっと塗装して黒くしていけたらなぁなんて思っています。そういった中でですね、ちょっとこれね今日これからこの辺全部外していくわけですけど、3連休ということで時間がありますので、ちょっとやっていきたいと思います。このホルダーを外すときには、このねキャッチャーがついてるやつで、これキャッチャーついてるもんだからナットが落ちないんです。でこういう時にこれでね、まあ外してよく落とすじゃないですか、ナットとか。そういう心配がこれでやるとないんです。ほらこうやってキャッチャーついてるから落ちないですね。結構な力でついてるので、これはね結構カツンとはまるんだ、こうやって。まあこういうのをちょっと一通りね、18ミリから16ミリぐらいまで全部あると便利ですね。こうやって、なんていう紹介でした。バッテリーカバーがねただはまってるだけなので、簡単です。まあこういった時もね、せっかく外したのでこう汚れてるとこきれいに拭きましょうかね。まあ、バッテリーのねプラスチックカバーを外したらこういう状態になるわけですけど、ここからこれを外していくわけなんですけど、まあ気をつけなきゃいけないのはこのコンピューターを外すので、このコネクタを丁寧に外すってことと、あとここにいろんなケーブルがね止まってるので、それを外すときは、昔の動画でも紹介したんですけど、こういったショートのドライバーのマイナスドライバーでね、こうパッチンパッチンと開いていくと結構簡単に外せます。まあ、知らないとねこれね結構ロックが硬いなと思って、なかなかやると手が痛いとかねあります。であとここ 13mm で止まってて、あとここにブローフバルブが止まってる、そんな程度ですね。まあ、なので大したことはないんです、作業的には。ただまあちょっと中腰なので腰が痛くなるかもしれないですね。このブローフバルブ止まってるね、これがね、まあ純正と、まあ、ちょっと僕の違うんですけど、まあこういった感じで結局 L 字で止まってるんですけど、これねこの2本を外すと下に止まってるホルダーが落ちるので、気をつけないと、手で下をね支えながらこう入れて支えながらも外さないと下に落ちますので気をつけましょうね。ブローホールバルブのねホルダーを外すと、
まあこういったさっき落としそうなものっていうのはこういったものですね。これが落ちそうなんです。ポトンって気をつけないといけない。これはね、なるめのなんですけど、結構傷んでるな。はい、今一通りちょっとバッテリー系外して、まあ、コンピューターも外したんですけど、まあ、ここでチェックすべきポイントはこのね、こっちにサーモスタットあるんですけど、ここから漏れがないかをまず第一に僕はチェックしてます。まあ、今のところいろいろ鏡で見た限り漏れてはいないので、まだ交換大丈夫かなと。まあ買い置きはあるんですけど、で今日これからアーシングとかね、まあこの辺の金具とか外していくわけですけど、外せたらねケーブルをきれいにまとめて、こういうのもねちょっときれいにして、全部剥げちゃってるんですよ、ほら、純正のね剥げちゃうんですねきっと。まあこういうのも全部きれいに貼り直して、整備しておきたいと思います。ここまでやっと外しました。ここの金具ね、こんな感じでこんなもんに何箇所止まってるんだってぐらいネジが止まってましたね。あと配線も結構止まってるので、結局プラグも、まあ、全部外さないと、プラグっちゅうかねイグニッションコイルの配線でも基本的にこの辺全部今チェックしてるんですけど、とりあえずサーモスタット関連は問題ないなとかね、クラッチ関連のオイル漏れとか、まあその辺全部今のところチェックしてます。特に問題はなさげですけどね、まあ、配線類の保護テープが全部剥げちゃってるので、この辺全部巻き直しして、でこのねこいつを目的はブラック塗装するのが目的なので、きれいに洗って、でそれから黒に塗装すると、焼き付け的にねできたらいいなと思ってます。今ですねこれ保護テープを全部やり直してってですね、剥げたところを剥がしたらすごいの見つかりましたよ。これスロットルバルブでつながってる線なんですけど、こんなんですよ。これどういうこと、これ溶けたな、それともどういうんだこれ、ひどいなこれ、ちょっとやり直すか。ここにナットがあって、ナット3本の1箇所だけトルクスか。今スロットルバルブ止めてるボルト外したんですが、左上右上下という感じですね。よくここにスロットルバルブスペーサーつける人いると思うんですけど、まあその時は違うボルトがついてるのでいいんですけど、僕みたいに別に清掃で戻す場合はこれ戻すだけなので、場所覚えとかないとあれですね。で今コネクタを外して、ここのホースを外して、でこれから取るんですけど、取れるかな。このナットはこのね、これが見えるかな、これ、これを止めてるだけのためにしたので、本体は同じ、これと同じものが、これと同じものが止まってるので、それを外すわけですね。はい、外れました。そんなに汚れてねえな。まあこんな感じで綺麗にしたら、まあ適当ですけどね、まあすっきりするんじゃないですか。マニホールド側とインテーク側でちょっと違いますけど、こっちが黒くて、まあエンジンからのバックが来るからね汚れるんですけど、まあ外した状態がこんな感じですね。でここかしめてるバンドだったので、今度は普通のネジタイプに交換しちゃいます。本当はねかしめの方が安全なんですけどね、緩むことがないしね。
よいしょ、見えるか。60なかったね。これ今65になった。あ、余裕だね。今65なんですけど、状態余裕ですね。これでスロットルを戻して、まあ僕ね、これね、新品買い置きあるんですけど、なんかね、結構壊れる人がいるんですよね、聞いてると。まあ、今のところ調子いいので、まあ、このまま戻します。ちょっと新品と比較してみるか。そうは言っても、うん、特に差はないな。この辺のね、バルブの状態もカチカチとか、その辺の荷重も一緒だし、まああと何が比較してわかんないですけど、まあこの中の基板とかがね、壊れる場合もあるんでしょうけど、これね、確か eBay で1万5000ぐらいで買ったんですよ。これ純正買うと確かね、すげえ高いですよね。このね、ホースがあるからね、この右下、この下だけはちょっと入れにくそうですね。このナット落としそうだな。でですね、これさっき取れた外したやつ、これか。もうね、ホースっちゅうコルゲートチューブっていうのか、こうやってね、そこから中でね、取れちゃったりかけちゃったりしてるんで、こういうの全部直してます。まあ全然終わらない感じなんですけど、まああまり動画が長くなってもね、みんなあの飽きちゃうので、一回ここらで区切ろうかなと思うんですけど、今何やってるかっていうとですね、まあ、スロットルバルブのクリーン、まあ、あとはこの辺の配線のね、全部保護テープっていうんですか、こういったものが全部もう7年経ってくるとほどけ、はげてきちゃうんですよね。
なのでそれを全部きれいにコルゲートチューブが傷んでないか確認したりとか、まあ、して、コルゲートチューブ自体は大丈夫だったんですけど、まあ、あのこの保護テープ布テープみたいなやつがねみんなもう剥げちゃってて、まあ熱でね全部剥げちゃうんでしょうけど、あとプラグ交換ついでにしちゃいました。なんかね NGK の時より電装の方がなんか劣化が激しいように見えるのは気のせいなのかよくわかんないんですけど、本当はまだ交換する必要ないなと思って点検だけだったんですけど、1万3000キロなので状態見たらうーんって言うんで、買い置きがあったので同じくまた電装なんですけどね、なので交換しちゃいました。でどんどんやってるうちに、あそうだタービンブレードのねあのここねみんな最近羽が曲がったりターブブローとかしてるので、ちょっと僕も羽の状態確認してみて問題ないかどうかチェックしてみました。まあこんな感じで特に問題はなかったんですけど、まあせっかくなのでねあの今一通りチェックしてます。まあ大体ほぼ点検は終わってきてるんですが、亀裂とか破損とかそういった部分はなさそうなので、これから徐々に戻していく感じなんですけど、ここのね板金たちを黒く今塗装してて、まあそのためにせっかく外すんだったら黒く塗装して、でまあ戻してあげようと思ってます。あとは特に問題はなさげなんですが、まあこういった時にね戻し忘れとかはめ忘れとかコネクタの緩みとかそういうことがよく出がちなので一個一個気をつけないとね、まあ、そんなところで今日はですねお伝えしたのは、まあ、途中経過エンジンチェック、何が目的だったのかよく分かってないでしょうけど、この辺のバッテリーのターミナルを交換したりとかしようとしてるんですけど、それ以前にせっかくここを外し出したらどん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 気になって、あこれもやっちゃうこれもやっちゃうと、まあ、冬なんでねそんな乗りに行くこともイベントもないのでゆっくり今やろうと思ってやってました。まあ、どうせここまで外したんだったらねここの辺も全部バラしてクラッチ板も交換しちゃえばいいんですけど、予算の都合上もあるのでまあその辺も考えて、まあ、まだちょっと我慢かな。まあこうやってね7万キロで日々点検していくと、まあ、壊れ始めたところとかねそういったことも気づきやすいので、ぜひ皆さんも やってみたらとは思いませんけど、スロットルバルブなんかはねよく壊れたりとか汚れたりとかしてる人もいますしね、あとタービンブローになりがちな羽が折れとか、あとコネクタ類が抜けてるとかね、あとコルゲートチューブのこういったところが剥げて配線が切れかかってるとか、そういったものも気づきやすいのって、まあ7、8万キロで一回やっておくといいんじゃないかなと思いました。そんなわけで今日もご覧いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。